5月5日は、グレゴリオ歴で年始から125日目にあたり、年末までは、あと240日ある。フランスで174年ぶりに三部会が開催される、カーネギーホール会場ストックホルムオリンピック、開幕新生ローマ皇帝レオポルト2世、誕生哲学者、経済学者、カール・マルクス誕生。アイヌ語を研究した、言語学者、金大地京介。 石川拓木の親友でもあった、小説家、中島敦志。ゲームデザイナー、ピーター・モリ・ニューローマ皇帝、ガレリウス・ボツ。キリスト教徒を迫害した最後の皇帝であった、ナポレオン・ボナパルト、遊兵先のセント・ヘレナ島で没。現在も死因は不明。数学者、ペーター・グスタフ・ディリクレボ関数に現代的な定義を与えた、海洋画家、イヴァン・アイバゾフスキー。 画像は、第9の波頭子供の日、単語の節句ヨーロッパで、1949年の欧州評議会創設に、ちなむ、ありがとうございます。